モンスター XY、ポケモン図鑑 XY とポケモンメガリングメガストーンセットです。はい、こちらもテレビくんと連動企画で、10月31日発売のテレビくん12月号にレオンチャンネルの紹介とともにおもちゃ解説も載ってます。ではこちらをレビューします。まずポケモンメガリングは以前レビューしたものと基本は一緒で、腕にはめて遊んだりポケモントレッタとも連動します。ただ今回はメガストーンセットですから、8種類のいろんなメガストーンが付属しています。ポケモンメガリングをカチャッと、メガストーン電流ナイト、ここにセットすれば、はい、メガ進化。電流ナイトですから黄色く光りますね。これが雪のナイトだと、グリーンに光ります。ちゃんとメガストーンごとに中のカラーと光る色が違ってますね。ちなみにこのセットにはゲンガナイト、ギャルドスナイト、カイロスナイト、クチートナイト、チャーレムナイト、電流ナイト、サーナイトナイト、雪のナイトの8種類が入ってます。次はポケモン図鑑 XY。 まず見た目がゲームに登場するポケモン図鑑と全く同じですね。パッケージのこの写真が実物大です。機能は超満載で、カロスポケモン完全収録、ポケモンクイズで図鑑登録、メガ進化図鑑、カメラ機能、通信機能、メガリングと連動、オリジナル新図鑑、とりあえず何でもできそうですね。パッケージはこのようになってて、いろんな機能が載ってますね。はい、中身はこうなってて、ポケモン図鑑本体と説明書です。まずは本体、前側と横側、そして後ろと上側と下側。カラーリングはまさにゲーム通りになってて、少し重量感もありますね。これを上下に開けると電源オンです。今は全くの初期状態です。後ろを見ると電池カバーがあって、単4電池が3本必要です。で、ここがスピーカーで、これがカメラですね。初期設定しましょう。男の子、真ん中レオンです。登録できました。お、いきなり液晶にゲームっぽい画面が出ました。へえ。お、ポケモン図鑑をもらって3つのボールから1つ選んでくれるかい。お、これは御三家。もちろん僕はいつも水ポケモンですから、ケロマツ。違う、これクイズだ。あー、これはハリマロン。お、喋る、すごい。これは簡単ですよ、フォッコ。なるほど、いきなりクイズが始まるんですね。おー、これすごいな、喋るの。はい、最後はケロマツ。これで図鑑に登録されました。あ、これがメニュー画面で、とりあえずポケモン図鑑を見ましょう。見る、セントラルのカロス、今登録したポケモンがいて、ケロマツを押すと、おー、さっきの図鑑音声が聞けるんですね。これタッチパネルの感度もすごいですよ。この真ん中が戻るボタンで、左右がフリックの代わりになるそうです。なので、フリックしてもいいですし、こっちのボタンを押しても OK と。では、元に戻って、冒険、草原。あ、いきなりサトシとピカチュウだ。このポケモンが覚える技は10万ボルト。おー、クイズに正解するとポケモンがどんどん登録されていくんですね。お、前に進んでます。冒険してますよ。お、ポケモン発見。クイズ行きましょう。このポケモンが覚える技は空を飛ぶ。おー、ややこま。どんどん行きますよ。はい、ポケモン来たー。ポッポはどっち？こっちです。はい、登録しました。ここで、ホログラムメールが来ました。なんかいろんな情報をもらって、あ、これで、ホーム画面に戻れましたので、一旦冒険は終わりですね。じゃあ次は、研究所、大木戸博士が来ました。はい、またクイズ。残っちはどっち？残っちはどっち？残っちはこっちです。このポケモンが覚える技は、ドレインキス。高さが低いのはどっち？わかんない。こっち？このポケモンが覚える技は糸を吐く。大昔のカロスの王様を護衛する役目の与えられたポケモンは、
わかんない。え、何？ルナトーン、トリビアン。ルナトーンか、でも護衛だったらカイリティかな。あ、カイリティ。あー、間違えたー。何だったんだろう。あ、トリミアンね。これわかんないっすよ。とりあえず、連続正解数は4で終わりました。で、メガストーンと連動するらしいんですよ。どれかな？メガストーンは、これよく見ると、ちゃんと設定があって、明るさとか壁紙とか、サウンドが変えられますね。ちょっとサウンドは大きくしましょう。はい、オッケー。では、ポケモンメガリングと連動させますよ。どれだったかな？説明書を見たら、メガ進化図鑑は購入直後は遊べません。冒険で遊んでいると遊べるようになります。なるほど。ゲームと一緒で、ある程度進めないとメガ進化できないんですね。ちなみにメガ進化図鑑では、メガストーンの管理画面とか、メガ進化後の詳しい図鑑も載ってるそうです。ポケモンメガリングとの連動モードも載ってて、このメガリングをポケモン図鑑にかざすことで連動遊びができるそうです。メガ進化系のモードもいろいろありますね。パーツをずらせばスリープモードになってだいぶコンパクトになりますから全然持ち歩きいけますし、パッと起動するのもいいですね。結構クイズが楽しいですから、バンバンポケモンを登録したいと思います。はい、ということで、ポケットモンスター XY、ポケモン図鑑 XY と、ポケモンメガリング、メガストーンセットを紹介しました。クイズが割と簡単なものから、難しい。